さあ今日は予告通りこの時間ゲストをお招きしております。紹介しましょう。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブから、世界さん、瀬口玲也さん、木村圭人さん、そして中島颯太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、あの声と名前を一致させるためにお一方ずつよろしいでしょうか。はい、はい、あ、じゃあパフォーマーでリーダーの世界です。よろしくお願いします。パフォーマーの瀬口玲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パフォーマーの木村圭人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボーカルの中島颯太です。お願いします。よろしくお願いします。まあ、実はね、昨日リリースイベントが行われました、はい、そうなんです。8月21日サードシングルリリースです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。リーダー、なんというあのシングルでしょうか。はい、サードシングルは Dear Destiny というタイトルですね。はい、我々も聞きましたけれども、はい、一足先にまあ、メロな、そうですね、はい、ね、今までのシングルとはちょっと違う感じの、うん、ね、ね、大人っぽい感じの曲ですよ、ね、はい、そうですね。なんかちょっと昔の EXILE っぽい感じもありつつ、こうなんか王道も踏まえつつなんですけど、うん、やっぱファンタスティックスらしさはボーカルの2人が出してくれてるなっていうのもありますね。だから、あ、そっか、リーダーとしてはやっぱそういうところも考えるんですよね。そうです、ね、自分たちのグループっていうのでも、はい、まあ、先輩たちのグループとはまたちょっと違うファンタスティックスらしさっていうのを出していかなきゃいけない。うそうですね、やっぱもう僕らもグループが多いので、うん、それぞれにやっぱそれぞれの良さがどんどんこう、うん、ヒロさんを筆頭にたくさんプロデュースされているので、はい、あ、はいはい、それもそれぞれの良さがちゃんと楽曲に一番反映してるんじゃないかなと思います。ちなみにファンタスティックスの良さってどういうとこですか。どういうとこですか。はい、どういうとこですかね。まあ、です、あ、スマートかつ、まあ、僕らも、うん、あのスタイリッシュに見せるっていうものをなんか意識して心がけてやってるんで、うん、まあ、ライブでもあのスタイリッシュにもやるんですけど、ちょっとコミカルなパフォーマンスも心がけたりとか、うん、まあ、皆さんをこうライブでも楽しんでもらえるようなパフォーマンスを常にやっていくのがファンタスティックスです、うん、はい、ありました。より一段と濃く出てますよね、ディアデスニーの、まあ、そうですね、特にまた雰囲気はですね、うん、あの昨日リリースイベントはいかがでしたか。いや、でも本当福岡の皆さん優しくて、うん、こうトークイベントというか、うん、トークもさせていただいたんですけども、うん、こう一個一個の反応というか、うん、全部返してくださって優しい方ばっかりだなって思いましたね。リリースイベントでゼップだからな、はい、すごいよな。ありがたいです、本当にありがたいですね。たくさんの方があのリリースイベント行ったっていう人からやっぱねメッセージ来ておりまして、はい、あの女性の方でしょうけれどもね、ファンタスティックスの皆さんこんにちは。こんにちは。昨日のリリースイベント本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。メンバーとすごい近くでハイタッチすることができて幸せ、最高です。質問です。福岡と言ったら何ですか。じゃあどうしますか、リーダーから聞いていきますか。福岡と言ったら、うん、美人ですかね。あ、まあ、ね、素敵ですね。これよくね、いや、思います。綺麗な方が、ああ、やっぱ綺麗な方が、綺麗な方がいっぱいいましたね。そうですか。本当にちっちゃいつが綺麗な方が本当にたくさんいらっしゃる。瀬口さんは福岡の出身ですもんね。うん、そうです、はい。18歳まで福岡で、ね、暮らしました。福岡といえば何ですかっていうのはどうですか。やっぱり人の良さじゃないですか。自分で言うと。ふるさと愛、まあ、僕みたいに僕みたいにってことですね。レイヤ君みたいに、はい、はい。じゃあ木村さんは。そうですね、やっぱ福岡食べ物が美味しいっていうのが印象的ですね。もつ鍋だったり、通りもんだったり、通りもん、はい、僕通りもんめっちゃ好きなんですよ。ギネスワールドレコーズに認定されたんだよ。そうなんですね。そう、すごい、世界で一番売れたあのああいう、ま、おまんじゅう、そう、そうなんだよ。すごい、そう、もう美味しいですもんね、はい、確かに美味しい。あ、やっぱみんな知ってる。めっちゃ好きです、はい、僕も。あ、そうなんだ。冷やして食べると美味しいんですよね。普通だな、うん、普通だ、普通ですね、すごいね、レイヤ君がすごい知らなかった、そう、お土産にあげるばっかで、うん、そうですね、意外と自分食べるから、そっか、ありますね、それだから、そう、自分は食べずに配ってるっていうことの方が多いっていう、はい、そうです、そうです、はい、中島さんは。僕は方言ですかね、福岡といったら。あ、好き、福岡の方言好きっていう人多くないですか。でも多い多い、うん、そうなんだね。何しようとかが、あ、好きですね。はいはいはい、やっぱね、女の子が
喋ると特に可愛いと思うね、うん、言いますよね。親戚がいて僕も結構聞いてたんで福岡弁ですね、はい、うん、こちらの女性はこれからもずっと応援していきます。ありがとうございます。大好きです。ありがとうございます。よろしくお願いします。それからね、高校3年生リオさん17歳ですね、はい、昨日のリリースイベント行きました。本当に本当に最高でした。今受験生ですがやる気をもらいました。来月受験なので絶対受かって単独ツアーも参加します。これからも頑張ってください。ずっと応援しています。ありがとうございます。そうなんですよね、あの、うん、単独ツアーが予定されてるんですよね。はい、はい、そうです。あの福岡の日程はね、11月の5日火曜日、11月の6日水曜日、 2days 福岡サンパレス、夜7時スタート、お問い合わせは共同西日本まで 0570-09-2424 0570-09-2424 番となってますけれども、うん、今回のツアーはどんなツアーになるっていうのはもう大体見えては、はい、今回でもサウンドドラマといって、はい、演劇と音楽が入り混じったライブを、LDH でも初の試みなので、はい、こう楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますし、こう初めてなので僕たちの思いが全部詰められるようなライブになると思うので、ぜひ来ていただければと思います。でもそんな、なんか初めてのっていうことになると、うん、はい、やっぱいろいろこうやっていく、その、うん、まあね、難しいと思いますね。リハーサルっていうのは、そうですね、リハーサルっていつぐらいから始まるんですか？もう今もう真っ最中でして、はい、そうなんですね。でもやっぱり課題とかもありますし、うん、どうしたらいいかもわからない状況も出てくると思うんですけど、うん、まあ逆にそれが新しく作れるチャンスだと思うので、うん、まあファンタスティックスらしくできたらいいなと思ってますね。まあだからもうね、10月の11日スタートっていうことなんで、はいはい、もうあと2ヶ月切ったような状態、ね、っていうことなんでね、はい、皆さんでもまあ10月11日にはもうきちんと合わせて素晴らしいものをお届けするっていうことですよね。はい、はい、お届けします。期待してください。これは楽しみです ね、 そうですね、見たことないものですかね。そうですね、うん、今日ね実はね、あの45分ケツカッチンなんですよ。早いよな、ほとんど喋ってないままですよね。あっという間ですね。ファンの皆さんに一言ずつ、あのリーダーから、はい、あの一言ずつよろしいですか？はい、本当にいつも応援ありがとうございます。そして、またもっともっと福岡でも九州エリアでもどんなパフォーマンスだったりイベントだったり、たくさん皆さんと一緒にパフォーマンスだったり盛り上がっていきたいので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、福岡の皆さんに会えてものすごく嬉しかった件、これからもよろしくばい。セブさんはやっぱね、福岡の出身ですから ね、はい、はい、福岡の皆さんにも本当にサウンドドラマっていうのを伝えていって、皆さんと僕たちでこの新しいエンターテインメントを作り上げていけるように頑張っていきますので、これからも温かい応援のほどよろしくお願いします。はい、木村さんでした。もう今回のねツアーのことでしたね。はい、はい、はい、福岡の皆さんにディアデスティニーをたくさん感じていただいて、また一体となって盛り上がっていきたいと思います。バリスイトーよー。中島さんでした。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に曲を聴きながらお別れということになりますが、はい、曲紹介をどうぞよろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブでディアデスティニー。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ディアデスティニー。